東京大学本郷キャンパス校内の共像レオポルト・ミュールレルは、プロイセン王国、ドイツ帝国の陸軍医軍外下界。親とい外国人として来日し、近代日本の医学教育制度を整備した。1824年6月24日マインツに、生まれる。父は、プロイセン軍医のヨハン・ベンジャミン・ミューラー。母は、エレオ・ノーレである。 父が1833年ザールイエ転任したため、レオポルトはそこのギムナジウムに通った。1842年本大学の医学校に入学したが、再び父の転任に伴い1844年に、ベルリンのフリードリヒビルヘルム内科外科学校に移る。ここは、ペピニエールという別名で知られており、卒業後に一定年数を軍医として働く代わりに、有給で、 医学教育が受けられる医学校であった。1847年2月にベルリンの大学病院シャリテの研修医となり、5月28日に内科及び外科のドクトルを取得。1848年4月1日軍医となり、1849年に外科医及び3回の国目に合格。軍医省医としてシュベートへ赴く。 1850年オーストリアとの間で緊張が高まり総動員令が出たため、第9戦地病院に配属。翌年に動員令が解除されて、ポツダムへ赴く。1853年には、フリードリヒビルヘルム内科外科学校の講師となる。1855年シャリテのウェイとなり、眼科医の資格を得る。ミュルレルはプロイセンに800名ほどいる国として、 この時まではごくありきたりのキャリアを重ねていた。経緯は不明だが、ミュルレルは1855年からイギリスの保険会社と交渉し、2年間配置の例会にいる50名の契約者とその家族に対して医療を提供するという契約を結んだ。年俸は2万グールドで、グミ対位として、俸級の26倍という破格の交代偶であった。もちろんこれには理由があった。 フランス革命をきっかけに1791年、ハイチ革命が起こり、その後も騒乱が続いて1849年に皇帝フォースタン一帥によるハイチ帝国が成立したところであり、その正常は不安定だったのである。ただミュルレルは1855年に婚約者を亡くしており、経済的な事情だけでなく新規一点を図る意味があったのかもしれない。 1856年ミュールレルは直挙により、無休の休暇とレカイへの転出許可を得、1月17日外輪船、パラナ号でサウサンプトンからセントトーマス島へ向けて出発した。天候の影響で航海が遅れたため、マデーラ諸島フンシャルに寄港し、2月10日にレカイに到着した。ハイチに到着した1856年、アメリカ領事の命で、 ユダヤ人のアンデニース・ジュヌ・ビエーブ・ボンヌ・カステルと結婚した。二人は幸せに暮らし一男二女が生まれたが、末娘は一歳になる前に亡くなった。1866年には、妻・ボンヌが34歳で亡くなり、翌年、ボンヌの妹・マイドと再婚した。ハイチへ来て3年後の1859年、ファーブル・ジェフラールが、ホースタン一世を追放して大統領に就任する。 これにより、ミュルレルはハイチ陸軍軍医総監並びに、軍医学校長、病院長に任命された。ハイチ陸軍への移籍の許可を得る際に、プロイセン軍は、アンターテネンバーバンドからの脱退を指示した。ミュルレルはハイチにおける、度重なる、紛争の際にもプロイセン国旗を守り通した、愛国的な人であり、これを拒絶した。月報は200スペインドルで、 特に1865年の内戦の時には治療のみならず野戦病院の設営などに携わった。ハイチに来てからのミュルレルは金銭的に余裕ができ、また医師としても成功していた。彼は家族に対してもハイチを訪れるように進め、当初2年間の予定だった滞在を伸ばして永住することも考えていた。 5年が経過した1861年には、プロイセンに帰りたいと手紙に書いたり、また後には、南北戦争の北軍に加わろうと考えたりも、している。しかし1866年妻が亡くなり彼の妹ルイーザが帰国を進めた時には、10年も自由なアメリカで暮らしたため、プロイセンの統制には従えないだろうし、一回の軍医単位に戻ることはプライドが許さないと、 これを断っている。彼は、ハイチ大統領の3から4倍も稼いでおり、ヨーロッパではこれに匹敵する職は得られない。ポルトー・プランスのフリーメイソンロジレクアニツで、メートルパルフェの階級についた。ミュルレルは、様々な経済的活動を行っていた。当初イギリスの保険会社の契約医師として、ハイチに赴いたが、検視官も務めていた。また医師だけでなく、薬局もやっていた。 1864年には、レオガンに薬局を作り、そこの顧問を務めた。ポルトプランスでも、薬局を経営し、また工場を作り、炭酸水やレモネード、アルコール飲料などを製造していた。さらに、ベルリンとの貿易も営んでいた。バシュ島に、アメリカの解放国人5000名を移住させようとした、ベルナールコックともつながりがある。1867年3月13日、 カーブル・ジェフラールがシルバン・サルナーブにより放築される。ミュルレルは4月3日に軍医総官の職を解かれ、9月21日に家族と共に帰国することになる。土地は、レカイの交渉人に売却され、動産は国庫へ納められた。帰国後の1868年2月から8月にかけて東プロイセンでの発信地ス対策に携わる。当時は、 栄養不足が原因だと考えられていたが、ミュルレルは間もなく栄養状態には問題がなく人口の密集と衛生状態に関係があることに気づいた。半ば強制的に衛生状態を改善することで蔓延を収束させ、この功績により第四等王冠勲章を受けた。翌1869年に軍医に復帰。不仏戦争では、 第4戦地病院長として従軍。1869年日本政府はドイツ医学の導入を決定し、翌年3月18日北ドイツ連邦公使、マックス・フォンブラントとの間に医学教師2名を3年間招聘する契約が結ばれた。同時日本では、医師の社会的地位が低く、フォンブラントは軍医でなければ、主導的地位に受け入れられないと判断した。ミュルレルは配置で、 同様の任を務めていたことから派遣を打診され、テオドール・ホフマンと共に欧奪する。不仏戦争のため来日が遅れたが、1871年6月3日に、ブレーメンを出港し、船便の都合でアメリカに1ヶ月滞在した後、8月23日に横浜港へ到着した。契約で、初代文部教、大北加藤の直属となり、大学登校の全権を委ねられたため、 抜本的な改革が可能となった。解剖学、外科、婦人科、眼科を担当した。また医師と独立した薬剤師の必要性を解いて製薬学科の設立に関わった。日本滞在中の1872年に軍医少佐に昇進している。1874年に3年間の契約が満了する際に日本人の指揮科に入る条件で、 契約更新を打診されるが、それでは改革は実行できないとして、これを断る。公認者との引き継ぎを行うまでの間は、区内省で、いわば自意として雇われることになる。1875年11月25日に、横浜からサンフランシスコ経由で、帰国の都につき、1876年4月8日に、ベルリンへ到着する。帰国後の1876年4月に、 ハイヘインの院長、1887年には陸軍第一病院の院長となる、1893年9月13日病死。ミュルレルは音楽や文化交流にも深い関心を示した。ハイチ時代には、レカイのルネサンス劇場の設立代表者として活動しており、また1861年には、 ポルトー・プランスに新設された音楽学校の試験委員を務めている。ベルリンではシュテルンが商談団の理事となっており、また日本からは科学器を持ち帰り科学についての講演を行っている。日本時代には1873年にフォンブラントと共にドイツ東洋文化研究協会を設立し、フォンブラントが 新国大使として転出した後の1874年から1875年には会長を務めている1895年3回期にあたってミュルレルの胸像が帝国大学校内に設置された。作者は藤田文造で台座に島田重霊船、田口米宝筆の碑文が彫られた。第二次世界大戦中の金属教室の準備として、 コンクリートによる複製が作成されたが、結局教室に至る前に終戦を迎えた。しかしこの教像は1959年に何者かにより盗まれてしまった。1964年、ミュルレルの演者が来日するということで、コンクリート複製像を着色して設置したが、10年、あまりで老朽化してしまった。1975年に改めてブロンズ像が設置されて、 現在に至る、ありがとうございます。